ハニューのギフト東京ドーム単独アイスショーで見せた一期一会の演技。フィギュアスケートのスーパースター、ハニューさんが東京ドームで開催した単独アイスショーギフトはフィギュアスケート史上前例のないイベントで観客3万5千人を感動の渦に巻き込みました。この記事ではその圧倒的なパフォーマンスとハニューさんが伝えたメッセージに焦点を当て、この非凡なアイスショーを詳しく探ります。 一期一会の魅力。一期一会という言葉は、羽生譲さんの演技と人生哲学を表す言葉としてぴったりです。このアイスショーは、その哲学を表現する場であり、観客に一生の思い出を提供する場でもありました。羽生さんは自身のプログラムに物語を組み込み、観客が共感し、感動する瞬間を演出しました。彼の演技は言葉を超え、 身体芸術としてのフィギュアスケートの魅力を最大限に引き立てました。物語の始まり。ギフトはハブさん自身が書いた物語に基づいて進行しました。彼がナレーションを務め、大画面に登場するなど、自身の反省を振り返る瞬間が続きました。フィギュアスケートの選手としての孤独と努力、夢への情熱が観客に伝わり、物語の前半では、火の鳥、ホープ、アンド、レガシー、あの夏へ、 バラード第1番といったプログラムを披露しました。大画面の映像やダンサーの演技、炎の演出など、すべてが圧倒的な迫力で会場を満たしました。因縁のプログラム。前半の最後に登場したプログラムは、2022年北京冬季五輪のショートプログラム、女装とロンドカプリチオーソでした。このプログラムは、北京五輪での不完全な演技を振り返り、夢への渇望を表現するものでした。ハブさんは、 そのプログラムであの日の挑戦を思い出し、3万5000人の観客の前で完璧な演技を披露しました。この瞬間は、選手としての最高の資質を見せつけるもので、観客に感動を与えました。ペルソナ、仮面と真実。ハブさんは自身の演技を通じて、ペルソナというテーマを探求しました。これは、人々が社会で仮面を被り、内面と外面の対比を意味します。彼は自身が見せる。 ハニューゆずると、内面に秘めた感情を表現しました。このテーマは、後半のプログラムで特に象徴的で、ハブさんが、オペラ座の怪人として仮面をつけた演技を披露しました。この演技は、彼の葛藤と、ペルソナを表現し、観客に考えさせるメッセージを送りました。仮面を捨てる勇気。ショーの終盤、ハブさんは仮面を取り払う仕さで演技を締めくくりました。この瞬間は、 画面を捨てるという重要なメッセージを伝えるものでした。彼の半生を描いた物語は、多くの人に共感され、観客の一人に贈り物をするものでした。アーティスト、ダンサー、音楽家など多彩な才能が結集し、エクセレントな融合芸術を作り上げました。これは、ハブさんのカリスマ性によるもので、彼の挑戦を応援する試合でもありました。ハニューさんのギフトは、フィギュアスケート史上に残るイベントであり、 一期一会の演技を通じて観客に感動を提供しました。彼の物語は、フィギュアスケートの本質を捉え、多くの人々に希望と感動をもたらしました。このアイスショーは、羽生結弦さんの卓越したアスリートとしての資質を示しと同時に、彼の内面の葛藤と成長を探求するものでした。ギフトは、一夜限りの特別な体験で、観客に多くのプレゼントを届けた夢のような3時間でした。